真田十万石の城下町として栄えた長野県松代町。今なお昔の面影を残し、静かな佇まいを見せています。しかし、この町に8月から1日600回という地震が発生、松代は恐怖の町となりました。松代郊外の温泉の湯が熱くなったそうな、いや神社の鳥居の石が地震で落ちたそうなと不安は広がるばかりです。だが高架福岡松代には地震観測所があり、東洋一の施設を誇っています。そして10万倍の地震計はどんな小さなものでも探知、優秀な観測機の捉えた600回800回という地震数字を聞いて、町民の不安はますます高まるという皮肉な現象を生んでしまったのです。松代地震の見通しについて竹花地震観測所長は、地震の予知ができるかどうかって問題ですかね。現在の段階では全然そのまだお先真っ暗で見込みはないんですね。見通しはないという。やむなく小学校では座布団持参の非常命令。巣は地震だ。座布団の紅葉はご覧の通り。頭隠して尻隠さずなどというなかれ、子どもたちは真剣に避難訓練と取り組んでいます。夜ともなればその不安も大きく、家庭では非常袋を用意していざという時に備えます。坊やの貴重品はお菓子。これでゆっくり寝られるというわけです。こうした事態を重視した町役場では、町民の不安を取り除く以外に手はなしと、有線放送での呼びかけと相なりました。地震情報をお知らせします。14日の地震記録回数は608回、このうち人体に感じたもの31回ありました。なお震度2のものが2回ありました。大地震の前触れとは思われませんが、お互いに火の用心とデマに惑わされないよう。今日も松代町は水上山を中心に砲声のような地鳴りが不気味に続いているのです。